こんにちは。おやすさん専門税理士の田辺孝二です。今日ですね、税務相談 Q&A。外壁塗装費用、税務所で資産形状と指導された。経費にできないのというテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい。では今日の質問です。昨年に外壁屋根、洗浄、塗装、シーリング工事及び補修工事の大規模修繕を400万円で実施しました。 塗料は従前と同一性能のシリコン遮熱塗料を使用。塗料製造会社、製品名は同じですが、型番が変更されていた。修繕費で経費に計上できると思っていたら、税務署の相談では、全額資本的支出と指導されました。経費にできないのでしょうか。まあ、こういった内容になります。 このチャンネルでですね、私が過去メルマガで書いてきたおやすの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから無料で税務相談ができるメルマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、こちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではとの方に行きたいと思います。 今回のご質問なんですけども、論点は2つあるかなというふうに思います。まず1つ目ですね。この外壁塗装工事費用。これが資本的支出なのか、まあ、資本的支出になるとですね、資産計上するものなのか、それともですね、修繕費。修繕費に該当すると、経費計上になるものなのか。どちらが正しいんですかというところ。それからもう1つですね。 もう一つは、税務署の相談の回答。これが常に正しいのかどうか。税務署から、ね、相談に行ったら、このように言われた。これが常に正しいのかどうか。この2点かなというふうに思います。これからですね、確定申告にあたって何を信じればいいのかというところを、ね、疑問に思っているかもしれませんけれども、こちらの動画でですね、えー、見ていただければわかるかなと思います。はい。ではまず一つ目の論点ですね。この外液塗装について、えー、考えてみたいと思います。 結論としてはですね、結論は全額経費にできると考えます。というところですね。その根拠というのが、これ過去の採決事例です。平成元年の採決事例というのがあってですね、このように言われています。外壁塗装工事は建物の通常の維持、または管理に必要な修繕そのものか、その範疇に属するものであるから修繕費とするのが相当であるというふうにまず言っているわけですね。また、 えー、外壁天井防水微装工事は修繕工事に伴う補修面の微装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められることから、これに用した費用も修繕費とするのが相当であるというふうに言っているわけです。まあ、そもそも外壁塗装というのは通常の維持管理に必要なものだ。だから修繕費なんですよと。 で、さらにですね、この外壁塗装というのは、微層工事なんですね。まあ、お化粧みたいな話ですね。そのものが、太陽熱を伸ばすとか、資、え、産、ー、価値を上げるというものではないですよ、というふうに言っていますで。ただですね、ちょっと気になるのは、特別に上要な材料を用いたものではないというところになるかなと思います。まあ、今回のケースで言うとですね、従前度同一性能の塗料を使っているので、まあ、これは、経費計上は問題ないかなというところかなと思います。 もし仮にですね、仮に従前よりも上質の塗装材を使っていたとしてもなんですけども、修繕時の状況で一般的な材料とか工法であれば、修繕費として問題ないというふうにも思います。これもですね、同じこれ採決事例なんですけども、このようにですね、言及してるんですね。普通の塗装材に比べ、上質なものである。普通の塗装材をですね、用いた場合には、白の進行は止まらない。 男性系の材料を用いて外装を行うのが普通であるとして修繕費の判断を変えていないんですよね。多少ですね、その上質なものであったとしても、それが普通の工法だよというものであればですね、それは修繕費として問題ないかなというところになるわけです。では二つ目の論点ですね。税務所の回答が常に正しいのかどうかというところなんですけども、税務所の担当者がですね、この資本でシスと言ってると。 というところなんですけども、そもそも税務署の担当者の中にはですね、税務知識が乏しい方が残念ながらいらっしゃるのかなというふうには思います。というのもですね、この職員の方っていうのは、税務の試験をパスしたわけではないんですよ。税理士試験をパスしたとかっていう話でもないんですね。言ってみれば、普通の公務員試験をですね、パスして。で、その上で税務の研修を受けたに過ぎないんですね。税務の知識というのはその研修の 知識とか実務で学んだことでしかないわけですよ。なので、こういったですね、実は事務運営指針というのがあるんです。これ内部のですね、指針ではあるんですけども、税務職員が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより、過少申告となった場合には、過少申告加算税、無申告加算税は課さないというような事務運営指針というのがあります。 もしですね、誤った指導をした場合には、ペナルティを課さないというところを言ってるわけです。つまり、本税はですね、ペナルティを課さないけども、本税はしっかりと課税されるというところだというところになります。さらにですね、これ過去の裁判事例なんですけども、平成19年の東京地裁ですね、このようにも言ってます。税務相談における税務職員による指導ないし助言は、相談者に対して、一応の参考意見を 示すものにとどまり、相談者がその指導をないし、助言の内容通りに納税申告をした場合に、その申告内容を是認することまでを意味するものではなく、是認というのは正しいということですね。最終的にどのような納税申告をするべきかは、納税者の判断と責任に任されているというべきであるというふうに言っているわけです。つまりですね、もう裁判所の方で、税務所の職員のですね、指導というのは、 あくまでも参考意見なんだよというところですね。で最終的にはですね、納税者がその判断の責任に任されているということになりますので、そもそも税務署の職員の意見というのは、もう責任もないよというようなことを言っているわけです。ということはですよ、もうご自身の信念でもう申告するか、もう信頼できる税理士に依頼するっていうことでしかないのかなと。 ちなみに税理士であれば、その発言内容とかはちゃんと責任が生じるというところになりますので、その点を踏まえてですね、どのように申告されるのかは、もう皆さん次第ですよということかなというふうに思います。